ごめん、ステージでいっぱい泣いちゃったから、ほんまにいいよって、ほんまにいいよって。やった、もうセレモニーじゃん、早い。早い、めっちゃ早い。なんか音楽が泣きそうになるんだけど。これ泣くの狙ってるよね。熱々。ということで、まあ、皆さんちょっと忙しそうにしてるんですけど、まあ、本日の主役ちょっと呼んじゃってもいいですか？でもマナミって言って、あの出てくるか出てこないかは本人次第なので、皆さんの声の大きさとかかかってるんでお願いします、ね、ということで皆さんいいですか？イエーイ。じゃあせーのって言ったらマナミーって言ってもらってもいいですか？はい、せーの、マナミー。はーい、どうした？せーへくちゃん、かわいいね。ということで、このマナミーを10秒間写真撮ってもらうと思うので、皆さん端っこに行ってください。せーの、じゃあ10 9 8。あ、そうね、じゃあこっち側から、あの東側、左側から東側じゃない、左側から、こちらの方からね、じゃあ10秒いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。ということで、じゃあ真ん中いきましょう。あ、こっちですね。あ、いいですよ、こっちでも、どっちでも。はい、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。撮りましたか？オーロラ。はい、ということでこちらね、最後お願いします。せーの、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すごかったです。この通りにいっていいですか？皆さん撮りましたか？あ、もしもし言ってるけど大丈夫かな？撮ったかな？撮った？大丈夫？あ、大丈夫かな？大丈夫そう。いいですか？ということで、じゃあ流れに行きたいと思います。それではこれからマナミー卒業セレモニーを始めます。まず最初に卒業証書授与、プロデューサーの福本さん、お願いします。いいんだって感じです。ということで、マナミーさん前にどうぞ。はい、じゃあここからね、マナミもね、本当はまだまだ続けたかったんだけど、続けてほしかったけど、これで終わりになってしまいますけど、でコロナもあったんでね、なかなか満足の活動もできなくて不本意でしたけど、でもよく全然ダンスできないところからね、よく頑張ってくれました。本当にありがとう。卒業証書、井上真奈美殿。あなたはその底抜けに明るい笑顔でファンを癒し、体育会系のまっすぐなキャラでスタジオに新しい風を吹かせてくれました。その功績を称え、本日ここに卒業証書を授与します。これからは自衛隊という新たな環境で、世のため人のため大いに活躍してくれるよう期待しています。令和4年3月2日スパティオプロデューサー本敏郎。贈呈です。ということで、Bさんお願いします。あ、素敵だね。素敵。ありがとうございます。来月から頑張って。頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。おめでとう。
一年生からもあるって。その時にお願いしますということで次に行きます。それではここでメンバーから送る言葉、まずはアイナから。マジか、あーやばい、無理、やめて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 くれやめてくれ。マナミンへ卒業おめでとう。マナミンと一緒に遠征に行けなかったけど、いろいろな思い出を作れてよかったです。一番心に残っていることは、マナミンは思い出というか思ったことは、マナミンはめっちゃ優しくてみんなに頼りにされているんだなと思いました。ノリも良くていつも周りを明るくさせてくれるマナミンが大好きだよ。ありがとう。自衛隊はとても大変だし、辛い思いもたくさんすると思うけど、これからも頑張ってね。はい、スパティアでマナミンと出会えてよかったです。またいつか会おうね。大好きだよ。俺も大好きだよ。次はミナちゃん。卒業おめでとう。いつも優しくて明るい元気なマナミンと一緒に過ごしてとても楽しかったよ。マナミンがおらんくなるのはとても寂しいけど、自衛隊として頑張ってね。心の底から応援してるよ。次会えるまで元気で生きててね。はい、生きてきますよ。え勝手に今まで本当にありがとう。大好きだよ。マナミンも大好きだよ。はさきちゃん。マナミンへ卒業おめでとう。ありがとう。マナミンとは11月から一緒に活動を始めて5ヶ月ぐらいだったけど、短い間遠征行ったりたくさん思い出ができて嬉しかったよ。自衛隊になるって聞いた時はすごくびっくりしたけど、マナミンならたくましい女の子になれると思うので頑張ってね。はい、腹筋割れたら見せてたくさん思い出ありがとう。大好きだよ。俺も大好きだよ。次はゆわちゃん。マナミンへ、まずはアイドル活動お疲れ様でした。ありがとうございます。一緒に活動してきたメンバーで卒業するのがマナミンが初めてで、とっても寂しいです。マナミンはいつも優しくしてくれて、スパティオのお母さん的存在で場を明るくしてくれてとっても嬉しかったよ。エルフィーからスパティオに上がるときにダンスを一生懸命に教えてくれたり、時には注意 しっかり注意してくれたり、マナミンがいたおかげでユウも頑張ろうと思うことができました。遠征ではマナミンのおちょこちょいな部分やちょっとバカをしてたり、いろんなマナミンを見れて楽しかったです。一緒に活動した期間は短かったけど、たくさんの思い出ができて、たくさんのライブができて、マナミンといる時間がとっても幸せでした。自衛隊は本当にきついことがたくさんあると思うけど、頑張ってね。はい。今日この日が来るのは本当に悲しかったけど、2021年の10月24日から今日まで一緒にアイドル活動をしてくれてありがとう。これからもマナミンらしく夢に向かって頑張ってください。大好きだよ。俺も大好きだよ。最後にアーリンからなんですけど、ちょっと手紙を書いてきたんですけど、それが3枚ぐらいになってて、本人ぐらい長いなと思って、あの短縮して自分で言おうと思うので、あの手紙はないんですけど、水曜日にちゃんと渡します。大丈夫か、見えるか。はい、あの頭ではちゃんとまとまってます。 OK です。まなみちゃんと、まなみちゃんをスパティオに誘ったのは私で、そう、なんかすごく2人とも運動音痴で、なんか本当になんか
めてやめて。なんか2人とも先生に怒られたりだとか、インターン学びに、あ、インターン学びインターン、歯見つけちゃった。インターンと歌に迷惑かけて2人でなんかね、泣きながら練習したりだとか、2人で何、放課後じゃなくてレッスン後に残って練習したりだとか、そのこの6人体制になってからも変なことがいっぱいあってあったね、大変なこと2人で泣きながら帰ったりしたり、2人だから2人で悩みを共有し合って解決し合ってきました。だから泣かないで、泣かないで。だからなんかニコイチだと思ってた片割れみたいな、だから2人で一つだったから卒業しちゃうのはすごく悲しいけど、自衛隊に行くって聞いたのもすごく驚いたけど、夢に向かって頑張ってください。頑張ります。いつでも連絡してきてね。はい、待ってます。好きだよ。好きだよ。もう涙もろくてごめん。あーやばい、やばい、髪が濡れちゃった。ではマナミンからお礼のメッセージです、はい、マナミンお願いします。恥ずかしいな、これ読むの本当。ごめんなさい、ちょっと直してもろて、はいはい、なんか、はい、皆さんプレゼントがあるみたいなので、はい、ちょっとそこで待っててください。はい、ありがとうございます。おめでとう。ありがとう。ありがとうございます。タイトル活動お疲れ様でした。ありがとうございます。大好きです。ありがとうございます。おめでとう。ありがとう。次はおめでとう。ありがとう。おめでとう。ありがとう。マナミンっぽくないけど買っちゃったから使って。ありがとう。おめでとうございます。ありがとうございます。置きましょうか。すみませんね。あ、ごめんね。使ってください。皆さんからないです。はい。ですね、昨日書いてたんです、手紙。そしたら、なんか分厚くなりました。ということで、読ませてください。今日は私の卒業ライブに来てくださりありがとうございます。ここで感謝の気持ちを寄せてください。まずは、あいなちゃん。アイナちゃんは歌が上手で顔も可愛いし、本当に小6ってくらい大人っぽくて尊敬しています。レッスンの時一番印象に残ってるのは泣きそうなアイナちゃんのソロパートで、え、こんなに声の通りが良くて会う人おるって思いました。エルフィーからスパ級に上がっていろいろ大変だと思うけど、これからも頑張ってね。ありがとう。大好きだよ。大好きだよ。次はミナちゃん。みなちゃんはまなみが研修生の時この子かわいいから始まって今一緒に活動ができて嬉しいです。 LINE でもレッスンとかでもまなみーって呼んでくれるみなちゃんが大好きです。みなちゃんはダンス経験がなくてエルフィーから3年、そしてスパティオに入って振りの覚えが早くてびっくりしました。これからも頑張ってね。大好きだよ。ありがとう。次はさきちゃん。本当に可愛くてザ・アイドルって感じのさきちゃんはファンの方も多くて、撮影会の時もすぐに枠が埋まってすごいっていつも思います。歌を歌う時一緒に歌えるところがあって嬉しかったです。いつも元気よくマナミー写真撮ろうって言ってくれるさきちゃん、レッスンでもダンス上手くてすごいと思ってます。これからも頑張ってね。大好きだよ。ありがとう。大好き。次にゆあちゃん。エルフィーの元リーダーで本当に辛いことや逃げたいことがあったと思うけど、3年間しっかりリーダーをして本当にすごいと思ってます。レッスンでもしっかりしててダンスの覚えも早くてさすがと思います。これからも頑張ってください。大好きだよ。ありがとう。そしてアーリー。高校3年間一緒にいて土日も一緒でさすがにあやばい飽きるかもと思ったけど全然そんなことなく楽しく一緒に3年間過ごせてよかったです。アイリンが私アイドルなりたいって言った時はびっくりしたけど、アイリっぽいなと思いました。
愛理がいなかったら今のまなみはいません。アイドルが一緒にできて今では本当に嬉しいです。1年前の研修生レッスンの時2人で集まって一生懸命ダンス練習したね。あれから1年が経ってリーダーになってチームをまとめるって本当に大変だなって見てても思います。バイトも掛け持ちしててそれにアイドルも頑張ってるアイリーは本当にすごいです。まなみをアイドルに誘ってくれてありがとう。大好きだよ。そして研修生のクレハちゃん、クレハちゃんは本当に頑張り屋さんで自分が満足いくまで何回もわからないところを聞いたり踊ったりして本当にすごいと思いました。昨日の着物撮影会も枠が全部埋まっててこれからも頑張ってほしいなと思いました。クレハちゃんの可愛いところと明るさを生かしてこれからも頑張ってください。次にあやかちゃん、あやかちゃんは小学生に見えないくらい大人っぽくて足も長くてびっくりしました。ダンスを小さい頃からしててレッスンの時一日で何でもできるってぐらい覚えが早くてスタイルも良くて本当にすごいと思いました。同じ青を引き継いでこれからも学校対立の両立が大変と思うけど頑張ってください。そして今日は来てないんですけど清松先生、ダンスの未経験で入った自分をここまで育ててくれてありがとうございます。時には厳しく時には優しい清松先生、迷惑をたくさんかけました。ごめんなさい。先生の指導の大切さがよく分かりました。ダンスは何回も何回も練習をしてそれから踊れるようになって今上手になるんだって思いました。本当に今までありがとうございました。お体に気をつけてください。そしてプロデューサーの福本さん、いつも遠征の時遠くまで運転をしてくれてありがとうございました。スパティオがあるのも福本さんのおかげです。こんな自分もスパティオに入れてくださりありがとうございます。怒られる時もありましたが本当に感謝しています。これからのスパティオよろしくお願いします。レッスン後も家まで送ってくれてありがとうございました。そしてメンバーの保護者の皆さん、いつもライブがあるたび頑張れやお疲れ様って言ってくれてありがとうございます。撮影会などで自分が空いているとき話しかけてくれたりご飯も一緒に行かせてもらえて本当に嬉しかったです。ありがとうございました。そしてね、あのママそう、お母さんっていうの恥ずかしいからママって言います。初めてアイドルに入りたいって言ったときダメって言って困らせることもあったね。すべて自分のことを自分でするならいいよって言ってくれてアイドルに入りました。自分のことができてない時アイドルをやめろってすぐ言ってきたね。そのことが今でも頭の中に残ってます。卒業までたくさん迷惑をかけたけど今まで育ててくれて本当にありがとう。これからもよろしくお願いします。そして最後に今日来てくれた方、来れなかった方、短い期間でしたが本当にありがとうございました。まなみはアイドル向いてないんじゃないかと思ったこともありましたがライブに来てくれる方のおかげで笑顔になれてここまで来れました。アイドルから自衛隊って魔行きの世界になると思うし自分が思ってるほど就職は甘くないと思います。でも今まで積み重ねてきたことを生かして頑張ります。スパティオを応援してくださりありがとうございます。これからアーリーマナミンが抜けて新体制になりますがこれからも応援よろしくお願いします。仕事などで忙しい中ライブやショールームに来てくださり本当にありがとうございました。楽しいことだけではなく辛いこともありましたがアイドルになれてよかったです。こんなに素敵な卒業ライブありがとうございます。皆さんもこれからもお体に気をつけて頑張ってください。マナミンより。ありがとうございます。そして最後はマナミンのソロ曲です。サイリウムをご用意ください。あ、やばいな、ぶっ飛ばんか失敗頑張ってください。頑張ります。それでは聴いてください。桜の花びらたち。Thank you.
ということで、以上でマナミンの卒業セレモニー終了ですが、最後にマナミンの希望で私たち2人でこの曲をやります。イエイ。そうやった、忘れとった忘れんな
今意思疎通をしてお隣の方よろしくねって、こちらはつなぐんですけど、そしたら SP や TI をやってくださいね。いいですか。ありがとうございます。今日は本当に青が綺麗ですね。そうね、このペンライト青いっぱい初めて、ありがとう。青の海だ、海だ。テンションも振ってくれて可愛い。